はい、さあ巨人ジュースやっておりますタカッチでございます。ということでいきましょう。スピ解放打線紹介、そしてリアタイやっていきたいと思います。はい、ということで、打線ですね。スピ解放4400スピ解放打線やっと完成いたしました。いやー長かったね。ちょっと育てるのすげー疲れたんだけども、まあこの間来たスタハンとかね、 V ロードを回せるだけ回してやっと4400以上の打線が完成いたしましたので、軽く紹介させてください。はい、では行きましょう。1番クロマテ4405、2番岡本4410、3番高橋由伸4440、4番オウ4410、5番坂本4440、6番丸選手は新しいので4610、7番阿部4410、8番西なんですけども、西はここで代打を送ります。国母に変えます。4435、9番パーラを原監督に代打を出します。原、そして原のところでもしタイピン値がついたらタイピン消しで代打の代打ウォーカーを出す。4400という打線で、吉川直樹はダイソー、そしてそのまま、西に代打出してるのでセカンドに守備固めで入ってもらうといった感じになっております。さあやっと4400以上の打線がね完成いたしましたので、そのままねリアタイをやっていきたいと思います。この打線でバカスカ打ちたいと思います。さあやっていきましょう。お相手4割8分8厘ということで、これはかなり強そうだね。5連勝もしてたんで、さあこの4400打線がどれだけ立ち向かえるのか頑張りたいと思います。さあ行きましょう。お相手山本投手ですね。1回の表はね、なんとかゼロに抑えられたんで、いやー打っていきたいね。いいところをね皆さんにお届けしたいな、そのように思っております。いやーやっとね、それにしても4400スピ解放打線できましたね。もう長かったね。本当に育成って大変ね。本当そう思わん、みんな。本当にこれだけの選手をねとにかくスピ解放しなきゃいけないということで、あ惜しいね。もうなもうどんだけ時間をねもう要したかと。よいしょー、どうでしょうか。はい、ありがとうございます。今広角出てた。ナイスバッティングすぎるでしょう、クロちゃん。もうこれが4400の力でございます。ありがとうございます。ドン、あボールか、ボール球かーい。山本投手コントロールもいいから、ほんとこのビタビタ狙えるのいいよね。もうみんなはどう。あいいボールだね。ちゃんと4400もスピ解放しまくってる。大事だからね本当に。でももうね、対戦してて最近思うんだけど、4600、4000、きつい。今の4600、4700の、よいしょ、選手がね多くなってきたから、スピ解放したとはいえ削られるのが本当にえぐくなってきたね。ナイスボ。だからこれからのやっぱ大会はちょっとね、よいしょ、きつくなってくるかなと。ナイスバッティング思いますね。やっぱ4400に対して4700とか出てくると、まあ軽く15から20ぐらいねミパー削っていくからさ、もうあとは特能で広角が出るかどうかの勝負みたいな感じになってくるから、ナイスアブね。そうだからもう本当にね、丸ぐらいじゃないかな。4600だから削られずに済むの。だから丸はね絶対にもう打たなきゃいけないのよ。よいしょ、丸ー、あぶねー、ナイス。4600だからこそ持っていけたかな。いやーナイス、危なかったね。ボール球だったな今で。あとピッチャーもさ上げていかないといけないわけよ。よいしょ、あバカ野郎が、バカ野郎ですわ。投手もね4400の布陣ができたら、動画にね出していきたいなと思います。言ってもね本当大事なんでスピ解放は。なんでだからもう育ててない人はもう本当育てましょうね。もう大会狙うんだったら OK ないです。大会でリボンを狙うんだったら必ずスピ解放4400は大事ということは言わさせていただきます。
はい、流してちょうだいな。オッケーナイス、あぶね、オッケーナイス、抑えていく。2試合目やっていきましょう。4400打線、シャ。はい、ラストをやっていきたいと思います。またも高校、投手は飛ばしていきたいと思います。さあやっていきましょう。山岡投手でございます。でこのね試合はちょっとねプロスピの野球とは、ま、全然関係ないんだけども、私事なんですけどもね、昨日人生で初めて、歯をね抜いてきました。いやー本当にね人生初だったんでちょっとね怖かったんですけども、歯を抜くって親知らず、一番奥にある親知らずだったんだけども、もうね虫歯が進行しすぎててもう抜かなきゃいけないということで本当に初めてね抜いたんだけれども、いやーやっぱりね歯をね皆さん大事にしましょうね。麻酔を2本分使ったから、まあ正直ね抜く時の痛みはもう全くなかった。だからもう今の何だろう医療っていうか医療って言っていいのかな、よくわかんないけど、技術、まあ、科学の進歩で本当に歯の治療って気軽にできるっていうのはすごいなって思いましたね。昔の人はもうだって麻酔とかないわけだから、もう虫歯になったら終わりでしょ多分。歯抜くなんて言ったらもう命に関わるぐらい痛いと思うから、もう本当にそれこそね本当に大事だったと思うんだけども、まあでもそれでもねやっぱり痛くないとはいえ、このお医者さん歯医者さんのこのめちゃくちゃ力入れてグングンっていうねこの振動はね伝わってくるわけですよ。すごい力入れて抜こうとしてんなみたいな感じは伝わってきて、よいしょ来て、もうなんかそれだけでもねなんかもう結構気がめいりそうになったんだけども、まああとはね機械のよいしょキュイーンっていうキュイーンバキ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 っていうこのね真っ二つなのか粉々なのかよくわかんないけども歯を砕く音ね、あれもすごいね。あれもなんかあれが一番嫌だったかな、音的にキュイーンバキ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 っていうあの音が本当にきつかったね。あと自分の場合はちょっとね歯茎も切開していかないといけないということで歯茎も切り開いたということもありまして、結構終わった後ね血が止まらない、血が止まらなかった。であと麻酔が切れた後やっぱちょっとね痛みがね多少あったから痛み止めを飲んでその日はもう過ごしましたけども、いやーでも今ねちょうど昨日やったから今日今2日目なんで、もしかしたら今頑張って喋ってる状態だからもしかするとちょっとね声が聞きづらいのかなっていうところもあるかもしれないんですけども、ご了承いただければと思っております。なんとかこの血をね止血してるというか歯茎を元に戻してるというかそんな感じで、1週間後にまた糸も抜かなきゃいけないということなんだけども、いやー最初にね発覚して虫歯が発覚してから結構時間経ってたからね、やっぱりね虫歯できたらみんな早めに治療しろよねって、早めに治療しろよねっていうことをねもう切実に言いたかったです。はい、ということでこんな感じで、聞き取りづらかったらすいませんでした。頑張って今喋っております。体調も若干悪いです。はい、でもおじさん頑張って録画しております。はい、ということで4400スピー打線いかがでしたでしょうか。強いよね。なのでスピータイムがいかに大事かっていうことが伝わればなと思っております。ということで、ね、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日ハワーを大事に。